ダグミラベリはアメリカ合衆国アリゾナ州キングマン出身の元プロ野球選手、イタリア系アメリカ人である。ボストンレッドソックス時代はナックルボーラーのティム・ウェイクフィールドの専属保守として有名であった。プロ入りとジャイアンツ時代1992年の MLB ドラフトでサンフランシスコジャイアンツから50名で指名され、プロ入り。1996年8月27日の フィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。レンジャーズ時代2001年3月27日にテキサスレンジャーズに移籍した。レッドソックス時代2001年6月12日にジャスティン・デューク・シャートのトレードでボストン・レッドソックスへ移籍した。レッドソックスに移籍してからはナックルボーラーであるティム・ウェイク・フィールドとコンビを組み、ほぼ専属保守として活躍。2004年に レッドソックスが4連勝でセントルイスカージナルスを破りワールドシリーズ優勝を果たした際もベイクフィールドが先発した第一戦で先発出場したパドレス時代2005年12月にマークロレッタとのトレードでサンディエゴパドレスへ移籍しレギュラー保守となる予定だったが翌2006年1月に同じ保守のマイク・ピアッツァが FA で パドレスに移籍してきたため出場機会が激減した。この際、ミラベリは、パドレスのケビンタワーズ GM に対し、レッドソックスに戻すよう要求している。レッドソックス復帰2006年5月1日にこの年、レッドソックスで新しく、ウェイクフィールドとペアを組んだ保守ジョシュワードがナックルをうまく、処理できずパスボールを繰り返していたこともあり、ミラベリを呼び戻すことを決め、 ジョシュバードマイナー投手1名現金とのトレードでレッドソックスに復帰した。ミラベリがデモドリトレードが成立してボストンの空港に到着した日はウェイクフィールドの当番日である2006年5月1日のニューヨークヤンキース戦当日であった。ミラベリは空港から緊急走行のパトカーに乗り込み、車内でユニフォームへの着替えを済ませた。結局、 球場に到着したのは試合開始直前だった。当初、この試合の先発保守はジェイソン・バリテックと発表されていたが、ミラベリ到着を受けて急遽訂正された。トレード成立がギリギリまで遅れた理由は、レッドソックスがミラベリを取り戻そうとしていることを察知したヤンキースがミラベリ獲得に名乗りを上げ、ヤンキース戦の5月1日までにレッドソックスとの トレードが成立しないように妨害を試みたためだった。ダグミラベリ2008年3月13日、ミラベリより7歳、若いケビンキャッシュがナックル保守として使える目処が立ったため、自由契約となった。2009年1月からミシガン州トラバースシティのセントフランシス高校にて野球を指導している。また、同年3月よりトラバースシティの不動産会社、 コールドウェル・バンカー・シュミット不動産に勤務している。ウェイクフィールドとバッテリーを組む際は、彼のナックルボールをキャッチしやすいように、野球用のキャッチャーミットよりも一回り以上大きな、ソフトボール用のキャッチャーミットを使用していた。ブラディミール・ゲレーロと同じく、バッティンググローブをつけずに打席に立つ珍しい打者である。保守以外に、一類手としてのプレイ経験がある。ありがとうございます。